元スマイル党の小宮山博さんにお声掛けをいただきました。はい、皆さんどうも。政治家女子48党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。 ただいま、令和5年の3月20日月曜日ですね。はい、日付が変わってしまいました。午前の1時40分を過ぎたところでございます。はい、ちょっとね、夜も遅いので、はい、えー、ですけれど、はい、ちょっとね、動画の方、まあ1、1日一応ね、あの、毎日アップするようにしておりますので、ということで、はい、えー、今回はですね、元スマイル島の小宮山博さんに、 お声掛けいただいたというお話でございます。はい。この週末はですね、まあ私、まあ久しぶりにですね、のんびりさせていただきました。まあ、あの、まあ先週まではですね、まあ怒涛の忙しさだったわけですね。まあ、あの、まあ参議院の方で委員会質疑があったりですね、まあ本会議での登壇があったりと、はい、なかなかですね、まあ大変な日々だったわけですが、はい。 とりあえずね、ちょっと国会の行事の方がようやく落ち着いたので、ということで、この週末はですね、久しぶりにのんびりさせていただいたというところでございます。で、まあまあ、それはさておき、で土日ね、のんびりしていたんですけれど、日曜日ですね、昨日のお話になります。日付が変わってしまったので、東京中ね、いろいろと歩き回っていたわけでございます。で ま、秋葉原の近くとかですね、あとは、エビス駅のあたりでですね、歩いてたら、まあ、お声がけいただきまして、まあ、ね、大変ありがたいことでございます。まあ、最近ですね、私、結構ね、あの、メディア露出が多かったということで、まあ、あの、まあ、ガーシーさん関連で、まあ、メディア露出した、していたので、まあ、ど、どちらかというとね、メディアからすると、 あの、ネガティブに、まあ、報じられているんじゃないかなと思いつつもですね、まあでも、それなりに多くの方が好意的にね、あの、捉えていただいているのも、まあ事実のようで、え、まあ、お声掛けいただいて、え、いただいた方にはですね、あの、まあ、 応援してますよというメッセージをですね、まあいただいておりました。はい、どうも。はい、あの、大変お声掛けいただきました。皆様どうもありがとうございます。はい。まあ、あのね、お声掛けいただいた方にはですね、基本的には名刺をお渡しするようにしておりますので、まあ、もしね、あの、まあ、街で見かけたらですね、まあ、お声掛けいただければと思います。えー、ということで、まあ、今回はですね、 恵比寿駅の近くでですね、小宮山博さんにお声がけいただいたという話でございます。まあ、の小宮山博さんね、あの今度、あの統一地方選挙で渋谷区議会議員選挙、またはですね、もしかすると渋谷区長選挙をですね、まあ、おそらくどちらかには挑戦されるということで、まあ、その政治活動として、はい、今回ですね、あの午後ですね、あの日曜の午後に、 えー、恵比寿駅前で、えー、街頭演説を、ね、されておられました、まあ、政治活動でえ演説をされておられたんですけど、まあ、その、ね、すぐそばを通りがかった時にですね、えー、お声がけいただいて、えーまあ、少し、ね、お話をさせていただいたという次第でございます。でまあ、のその時のの、ね、様子をツイッターにまあ上げていただいておりましたので、まあ、あの私の方でもね、ちょっと。 この動画の方で、えー、スクリーンショットを紹介します。ということで、ちょっと画面が切り替わります。はい、こちらになります。はい。えー、まあ、あの、ツイッターのね、あのツ、このツイートのリンクはまた、あの、概要欄の方に貼っておきますので、まあ、興味ある方は見ていただければと思います。まあ、動画をね、撮影いただいて、まあ、それをね、アップいただいているということで、まあ、私もですね、 まあ、マ,ックマック赤坂さんであったり、まあ、小宮山博さんの, <laughs> あのスマイルポーズをですね、まあ、一緒にさせていただいて、えー、おりますということでございます。まあ、私はですねあの政治に興味を持ち出したのが大体ですね2016年の東京都知事選挙あたりなんですが、まあ、その時にはですねやっぱりマック赤坂さんが、まあ、絶大な存在感を、まあ、放っておられたね私にとってはですねと、えー、ということで、まあ、過去のね。 あの、政権放送とか、まあ、YouTube 上にね、転がってるので、まあ、それを見て、まあと、と、にかく笑ってましたね。はい。笑ってて、まあ、まあ、あの、まあ、悪い意味じゃなくてですね、私自身が、まあ、マックさんの動画を見てですね、まあ、元気をいただいていたと。まあ、もちろんね、あの、まあ、マックさんのね、えー、まあ、政権放送自体が、まあ、面白いというのも、まあ、ったんですけれど、ということで、えー まあそのね、あのお弟子さんというのかな、えー、まあ小宮山博さんが、えー、まあマック・赤坂さんが作ったまあスマイル塔にまあ入られて、あとはまあ秘書もね、3年半ぐらい秘書,も秘書もされてたということのようでございます。ということで、まあ、当然ねあの、ま、私はマック・赤坂さん結構ね、いろいろと。 動向をチェックしておりましたので、まあそのね、あの、後継者の小宮山さんも当然ね、えー、存じ上げていたわけでありますが、まあ本日ね、本日というか昨日ね、あの、初めてお話できて、まあ大変ね、良かったと思います。まあやっぱりね、あの、本当にスマイルを まあよくスマイルを口癖にされているだけあって、ね、あの元気でしたね。はい、元気でしたし、まあ私もね、あの、一緒にスマイルをしてね、あの元気をいただきました。ということで、まあ大変。まあやっぱね、あの、いろいろとね、私自身も大変なんですけれど、まあ木の持ちようで結構変わってくるところもありますので、まあそういうのはね、この機会に。 意識して過ごしていきたいなとは思っております。で、まあ、あの、小宮広志、まあ、さんのね、様子についていうか、まあさ、最近のことを少しね、あの、調べてみたんですけれど、まあ、先ほどの繰り返しになりますけれど、今度のね、統一地方選挙、渋谷区議か、渋谷区長か、あどちらかに挑戦ということで、まあ、どうやらね、あの、うん、区議選の方なのかなという気はします。まあ、私もね、あの、 まあ、渋谷区議会議員選挙は一応、政治家女子48党の方でもね、あの、候補者の方がおりますので、まあちょっとね、私の方から、あの、あまり、小宮山さんの、ことをですね、まああの、応援するということについてはですね、まああまり、まそれなりに控えないといけないとは思いつつもですね、まあただね、あの、本日、 本日というか昨日ね、あの、初めてお話できたと。で、元気をいただいたということはですね、まあ、お伝えをさせていただこうということでございます。でですね、まあ、小宮山さんの、その、あの、まあ、 と、マックさんのね、関係、ちょっと、その後調べてみたんですけれど、まあ、結構ね、面白いことになってました。まあ面白いというと、ちょっと失礼かもしれないですけれど、というのはですね、2019年に、マック赤坂さんね、あの、港区議会議員選挙に当選されて、港区議にまあなられております。今もね、あの港区議、一応されておられますが、まあ、ただですね、マック赤坂さん <laughs>、 まあ、ご高齢というのもあるんですけれど、まあ、基本的には、港区議会議員選挙、当選してから、あまり、ね、あの、登院をされてなかったということでございます。まあ、ゼロではなかったみたいなお話ね。あの、まあ、議会で、議会でというか委員会で、まあ、一応発言は、の記録とかはあるみたいなんですけれど、まあ、ただね、ほとんど出ていないということで、 はい、そこをです。そ、それに、えー、ご立腹されたのが、まあ、小宮山博さんということで、まあ、元、ね、秘書でもあり、お弟子さんでもある、小宮山博さんが、ま、赤坂さんに対して、えー、ね、あの、しっかり仕事しろと、区議として仕事しろと、こういうですね、あの、まあ、愛の無知というのかなあ、そういうのをね、されてて、まあ、しかもね、あの、裁判までされているみたいですね。その、裁判所前から撮影した動画とかもね、ありますので、あ、あの、 小宮山博さんの YouTube チャンネルにありますので、まあ、またね、興味のある方はそちらも見てもらえればということで、まあ、そういう意味ではね、あの小宮山博さんあの、マック赤坂さんのまあ行動に対してそういう、ね、あの愛の鞭をされるというのは非常に素晴らしいことではないかなとは思っております。ね。まあ、マックさんね、あの人気がもうそろそろね、えー、終わるということで、まあ、なかなかね、あの ご高齢の方が4年間活動し続けるというのはなかなか難しいのかもしれませんね。まあそこについてはね、いろいろと考えがあるでしょう。まあ投票された方もね、少しね、あのマック赤坂さんに4年前投票された方にとってはちょっとね、残念なことなのかもしれませんが、まあそれをね、前提で当選す、あのまあ、投票するというのも、まあそれはそれで、 まあ、まあ、そこまでね、考えてたのかもしれない。ちょっと、ちょっとわかんないですけどね。はい。まあ、マック・赤坂さんね、結構、既存の政治家に対してはですね、結構、まあ、勝つとかね、えー、言われてて、まあ、ちょっとしっかりしろと言わ、言ってたご本人がですね、えー、こういう、 まあ、議会をほ,、まあ、ほぼ欠席するとし続けるということで、えー、その点については、ね、小宮山宏さんがやっぱり怒っていたということです。まあ、一方でですね、小宮山宏さん、マック・赤坂さんにまあ元気をいただいたみたいな、そういうね、えー、エピソードについては、あまあ、ツイッター上でもね、お話しされてて、えー、まあ、恩人でもあると、とはね、あのー、言っておられて、まあ、なかなか。 はい。あの、お二人の、まあ、絆というのは、なかなか素晴らしいものではあるかなとは思いました。ということで、まあ、本日ね、えー、本日というか昨日ですね、はい。小宮山博さんに、まあ、お話、お声がけいただいて、まあ、少しね、話ができたということで、まあ、私もね、あの、元気をいただいたということで、まあ、大変ありがとうございました。ということでございます。ということで、以上です。はい。グッドボタン、チャンネル登録、 よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。はい。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい。どうもありがとうございました。